はい、皆さんどうもこんにちは。最強のドリーマーこと霊夢です。嘘は良くない。今回は、知ってる方も多いのではないでしょうか。このファンタジードライブという 3D アクション RPG ゲームを、ゆっくり酒桜さんと遊んでいきます。ということで、どうも皆さんよろしくお願いします。酒桜さんには、私と同じぐらいまでレベルねえ。ちょっと待って。はい、なんでしょう。レベル高くない？しかもなんか強そうなキャラめっちゃいない。ご一緒に遊ぶということでしたので、足を引っ張らないよう、少し鍛えておきました。課金も若干しましたよ。さすが酒桜さん。では早速協力プレイをしていきましょうか。何言ってるんだ。このゲーム、プレイヤー間で協力できることはあるけど、直接的に、パーティ組むとかそういうのはないぞ。まあ協力できる範囲でプレイしましょう。フレンドとできることって何？例えば、対戦。ちょっと待って、戦闘力おかしい、おかしいから。あ、やっぱりこうなるんすね。待って、ひどい、何のためにそんな高レベルに。いや、本当は協力できると思って、良かれと思ってやったことなんです。圧倒的だな、我が軍は、マイナス方面にな。うちのボルックスちゃんと、アーサー王が強いの可愛いの。やめて、うちのパン同士にひどいことしないで、レベル差少しぐらいで、こんなに戦闘力に差がつくもんなのか。それではお答えしましょう、その答えを。な、キメイマル、お前。酒桜さんと声かぶるから出てくるなって言ったのに。あ、なんかすいません。細けい答えいいんだよ。まずは何よりキャラ性能。占いです。占いで強いキャラを引くのです。おーおー、無料の占いですっげーの声。うちも酒桜さんも使ってるニーズヘッブっていう緑の竜は、この無料占いで出たやつだな。ニーズヘッブの必殺は範囲毒攻撃なので非常に強力な一体ですね。あ、なんかティーモがいる。やめなさい。サモナーズリフトからこんにちは。だからやめなさい。お、バルキュリアってキャラがなんかレアさんで強そうですね。実際強い。パーティーに入れます。いや、欲しいのは回復キャラですね。霊夢さんのフランケンとパンロー氏は防御キャラなので、前線で戦う2人を回復するキャラが必要なんです。あ、だったら方針フレイヤーって回復キャラ持ってますよ。そいつを育てて1軍入れましょう。キャラはシナリオでドロップするルーンをセットして能力強化ができます。全然はめてねえじゃねえかこら。だって一度つけると外せないからもったいないかなって。そしてルーンを5つセットした状態にすると進化させることができ、パッシブスキルという常時発動型のスキルを覚えさせることもできます。めっちゃ重要じゃねえか。いやー、まさか協力じゃなく対戦する羽目になるとは。私も思ってませんでしたね。ので全員に段階以上進化させてました。鬼、悪魔、手加減を知らぬ人でなら、お前がやぶとっただけだろうが。スピンパーシーン、ほらさっさといろんなキャラ進化させて。スキルが解放されましたね。早く覚えさせようぜ。ゲーム側からも催促される重要事項なのに。うわあ、これ適当に上げて後悔しないの。まあいろんなキャラ育てようとすると後悔しますが、まずは今のメインキャラを育てる分には平気ですね。ガンガンルーンはめて、ガンガン進化させて、ガンガンスキル習得しましょう。そしてやはりレベルも重要です。このゲームはシナリオクリアすることでも参加したパーティに経験値が手に入るが、このように他のユニットを餌にすることでレベルアップも可能だぜ。レベル上限はプレイヤーのレベルまでになっているので、一定以上上げたいと思うと結局クエストを周回することも大事になってきますね。クエストを周回することでルーンが手に入り、経験値が手に入り、お金が手に入る。成長に欠かせないのはやはりクエストを周回することです。よっしゃ、お前ら行くぞ。なんか動画の趣旨が強力というか、打倒、酒桜になってきてね。当たり前ですよ、負けたままでいられるかってんの。チャンネルのプライドがかかってんですよ。そうだぞ。別にそんなつもりないんですけど。そう言ってられるのも今のうちよ。うちのチャンネル、どっちかというと努力型だから。才能とかねえから。あ、ちなみにこの今やってる試練ってのも1日に上限があるんですけど、大量のコインや、大量の経験値を獲得できるのでおすすめです。今日は経験値の日だから雑魚を大量に相手する試練。コインの日は、宝箱を雑魚殴りにするだけのお手軽試練。この経験値ボトルってのが、キャラのレベルアップに使えるんだよな。やはりあとは、シナリオを進めて新たなルーンや、プレイヤー自身のレベルを上げて多くの要素をアンロック。例えばパーティの人数上限もレベルアップで解放されていきます。新しいマップへ進めば、新しいルーンも手に入る。さらにはこの後紹介する装備もドロップします。レベルに、スキル、ルーンに装備、めちゃめちゃ育成要素多いですね。もっと突き詰めると、各キャラには縁ってのがあって、縁やゆかりのあるキャラ同士でパーティを組ませると、ボーナスが発生します。この縁のシステムは、装備とキャラにもあったりするので、装備を装着するキャラも考える必要があるぜ。おーおー、装備を強化じゃあ。どんだけ中華包丁強化するんですか。クッキングフランケン、爆弾。しませんよ。あと、コインショップで優秀な装備が売ってたりするので、そこも要チェックです。青とか緑ってのは何なの。装備やキャラの階級みたいなもんです。無色緑青って感じですね。青の装備は強いのか。その分やっぱり値段も張りますけどね。うおーおー、買い占めるぜー。あ、強化に使うコイン忘れないでくださいね。
装備もスキルも整えた。さっき酒桜さんの戦闘力は9000ちょっと。私の戦闘力は先ほどの倍近い7200。さらに、回復キャラもバッチリ育てましたし。今こそ雪辱を晴らすとき、やるべきことはやりましたよ。戦闘力の差が、戦力の決定的差でないということを教えて、なんですか？ねえ、なんでそっち戦闘力2000も上がってんの？こんなんチートや、チーターや。そりゃ私だって遊んでますし。結局5000近い戦闘力の差埋まっとらにゃんけ。さっきよりは前転してますよ。さっきよりは長持ちしてるだけで、相手の HP 減ってないんだが。もうダメだ。事実マジでもうダメですね。なんとかせいや。戦闘力の違いがなんだって、プレイヤーちゃんの負けられないでしょ、のセリフが胸に刺さるんじゃー。胸に刺さって無事死亡。あの、もしもし。協力して遊ぶ様子を動画に。1万3635。やりました。さすがに眠気が振り切れます。サケちゃんが寝ているであろう。夜中にレベルを上げて朝方に攻撃する。完璧なタクティクス。やってることひどすぎなんだけど。しかしサケちゃんそれでも戦闘力をさらに上げてましたね。だが今度こそ正真正銘こちらが終わって寝たことを後悔させてやるわ。寝ること自体は普通だよね。おかしい。なぜこちらが押されている。ちょっと待って、アーサー王なんでこっちの公園に回り込んでるんですか。ねえお願い、こっちマジで寝ずにレベル上げしたの。ガチの泣きつきやめろ。キャラも必死の抵抗のセリフも虚しく無事死亡。いやこのままなんとか押し切れそうですよ。負けられないよな。こんなところでアーサー王に後ろに回り込まれましたが、 HP フルのニーズヘッズが応戦。 HP に割り程度のアーサー王に差し違えられてね。しかし相手はアトボルックス一人。 HP も残りミリ。勝ったな。風呂入ってきますね。よっしゃー。ミリからめっちゃ HP 回復してて笑う。パパパパパパパン同士と回復おるからまだいけるし。これ戦闘力センサついてんだよな。ちぃ化け物どもめ、今度こそ終わりだ。ボルックス必殺ゲージあとちょいで溜まるんだけどな。ファン同士が属性相性いいおかげでなんとか削り切りましたね。ファン同士歓喜は待って試合終了後に必殺拾うと。ということで今回はファンタジードライブをサケちゃんことサケ桜さんと楽しく遊んでみました。目の敵にされてただけな気がするんですけど。みんなもぜひオリジナルパーティーを作ってサケちゃんを倒してください。やめなさい。フレンド枠いっぱいになるまでは挑戦待ってます。ぜひ草の人に挑戦してくれよな。ご視聴ありがとうございました。